フランキ法とは16世紀の大法の種類で原始的な後奏法である。フランキとも、主に東、アジア市で西洋人によりもたらされた後奏法を意味する用語である。日本に最初に伝わった大法ともされる。日本では大友宗麟が使った大法として知られるが、正確には特定の法ではなく法の種類である。フランキとはフランク人の天下で、元来は、 イスラーム圏からカロリング朝、フランク王国によって、中世初期に再生されたカトリック圏、西方ローマ帝国政権と、その政党原理を受け継ぐ西ヨーロッパ、継承国家軍を東方から見て呼んだ呼称であり、こうした西アジア、南アジア、中央アジアといった中央、ユーラシア勢力経由でこのフランク系、西ヨーロッパ勢力の知識を得た、中国や日本では、 特に16世紀になって東、シナ海海上交易圏に割り込んできたポルトガル人やスペイン人といったイベリア半島カトリック諸国を意味したフランキ法、国崩し現在の護送法のように法が開閉するのではなく法の絵面が大きく開口しており砲弾と発射薬を中に収めた単装式の弾装を挿入し法備側面から 木製のペグを打ち込むことで方針へ固定するこの構造から必然的にプレッシャーが大きくなる大口径法を作るのにはあまり向かず、西欧では主に小型の旋回砲として用いられている。あらかじめ装填灯を複数用意することで前装法に比べて速射が可能になる利点があったが、その一方で装填灯による密閉は完全とは言いがたく、ガス漏れで威力は低く。 事故も多かった。このため、西欧では、方針一体型の鋳造法に信頼性の点で、破れ、16世紀末には、廃れてしまった形式であるが、下法の普及が遅れたアジアではかなり、遅くまで用いられた。フランキ法の多くは、青銅鋳造の格好法である。薄木公園にあるフランキ法のレプリカ1576年。 キリシタン大名のオ友トモ・ソーリンが日本に布教に来たポルトガル人宣教師たちからひなわ銃や小石等と共にフランキ砲を輸入したとされ日本で最初の大砲と言われる。砲はインドのコアで交易品として作られたもので本来は漢方用の設計である。輸入された2門のフランキ砲はその大きな威力から国崩しと名付けられた。これは 国をも崩すという意味であったものの、敗下の中には、これが、自国を崩す意味にもつながるとして嫌った者もいたと、言われる。果たしてその後、大友氏は、薩摩の島津市に蹂躙されることとなった。しかし、総林の薄木城牢城の際は、その巨大な砲弾と威力で敵の島津軍を驚かせ、食い止めるのに役立った。大友氏なも、江戸時代を通じて、城本丸に、 配備されていた。安国神社付属の博物館、優秀館に国崩しの一門が展示されている。明治初頭廃藩地検事に国へ献上された。合計9センチメートル、全長290センチメートル。薄木城跡地の薄木公園と、薄木図書館と、大分市歴史資料館にこの方の複製が置かれている。菊池俊彦、図布江戸時代の技術家。 常和出版1988年、P544、大友後輩記、天正4年の期日に記録が残り、天正14年の大薩摩統治戦の、牢城戦において使用された。もっとも、薄木城にいた、志賀親守るはすでに、島津と通じていた、ともされ、島津軍側も薄木城落城にこだわることなく、抑えの兵を残して進撃している。なおルイス・フロイスの、 日本史によると、薄木の町は破壊し尽くされ、住民が避難していた木内は衛生的にも食料事情的にも悲惨な状況であった。ありがとうございます。